はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。学校であった怖い話、実況プレイ始めていきたいと思います。さあさあさあ、今回はあれだよね、細田智春さんですよね。トイレ階段の神、話聞いていきましょう。さあどうなる。こんにちは、僕は2年 C 組の細田智春と言います。皆さんよろしくお願いします。早速怖い話をしますけど、ゾンビくん、細田さんな、トイレ階段の神だから、君トイレには行くでしょ。トイレって怖いよね。学校にまつわる怖い話でもトイレに関するものが一番多いんだよね。まあね、トイレの花子さんとか有名だから。あー、どんな話持ってんだ。トイレってさ、女子はみんな個室じゃない？そうだね。それに男子だって大きい方は個室でしょ？そうだね。その通りだ。あの息が詰まるような狭い空間、あれは真面目に怖いよ。ああそうか、ゾンビ先生結構個室好きだけどね。個室なんか結構落ち着く派だけどね。怖いか。そうか、まあまあそうかもしれない。ちょっと閉鎖的かもしれないね。特に誰もいない夕方のトイレ、寂しくて隙間風なんかがスースーって忍び込んできて、なんか嫌だよね。まあでも学校のトイレな、小学校とか中学校とか高校のトイレが怖いっていうのはあるよね。ドアがギーって開いて誰かが入ってくる、でもそれが誰だかわからない。そして足音だけがコツンコツンって響いてきて、こっちに近づいてくる。もしそれが殺人鬼だったら思わず叫びたくなっちゃうよね。そうだね、それは怖いわ。うん、それは怖い。そんな心理的なものが作用して、自然と怖い話が多く生まれたんだと思う。すごいですね、細田先生。さすがトイレ階段の専門家だけあってめっちゃ分析してますね。でもさ、トイレって怖いことが多いよね。いやいや、接続詞としてデモでつなぐ感じ今の。めっちゃその話してたけどね。じゃあ僕はそのトイレにまつわる話をするからね。もうあれだよね、師匠だよね、落語みたいな。なんかもう話の流れが綺麗だよね。それでね、僕はこれから君のことを確かめたいのさ。どうした、どうした、何何、またなんか聞いてくんの。いや別に変なことじゃない。僕は霊感が強いってよく言われるんだよ。まあまあまあ、一周目の時もね、なんか霊感強くてめっちゃ見えちゃうんでみたいな話でして、結構変なものを見てしまうんだよな。それでね、僕は君と同じものを感じるんだよね。そうっすか、ありがとうございます。共感していただいてるのかな。なんて言うのかな、オーラって言うのかな。オーラ、オーラ何色ですか。電波。電波って言うのか、波長って言うのか、とにかく君と僕は同種の間に思えるんだよ。あ、人種か、同種の人間に思えるんだよ。そうか、電波やだな。それで君と一緒ならばきっと霊気もさらに強まると思うんだ。どういうことなんか呼び出すんすか。だからさ、ちょっと僕と一緒に付き合ってもらえないかな。おっと、場所移動ですか。付き合ってくれって言っても変な意味じゃないよ。いやそうは思わんよ。そうは思わない。いきなり告白されたとは思いませんよ。だからどっか一緒に行くんでしょ。そういうことだよね。一緒に行ってほしいところがあるってことだよ。ああいいよ。どう、一緒に付き合ってくれないかな。いいですよ。なんかわざわざその変な意味じゃないとか言われると逆に緊張するわ。1付き合う、2付き合わない。はい、1付き合いますよ。そうね、細田さん一緒に行きましょう。そう、嬉しいな、そう言ってくれると思ったよ。それじゃあ早速行こうか。行きましょう行きましょう。もちろん皆さんも一緒にいらしてくださいね。丁寧な人だね。この皆さんっていうのはあれだよね、その他の5人になるのかな。うん、ってことだよね。なーに、大したところじゃないんです、トイレですよ。トイレ好きだな、もう住んでんじゃねえの。ほんとね、
ちょっとね、新校舎のトイレツアーに行こうかと思ってるんですよ。もうマジで専門家だな。いやね、新校舎のトイレには何か変なものが出るっていう噂があるもんですから、ゾンビくんと一緒にぜひそれを確かめたいと思いまして、もしゾンビくんがトイレから霊気を感じたら一緒に中に入ってみましょう。おお、何？じゃあ私が感じたって言うかどうか結構大事ってこと？そういうことっすか？先輩、それじゃあ皆さん行きましょうか。行きましょう行きましょう。おお、移動パターンだね。実際トイレに行くパターンね。ゾンビくん、まずは新校舎の1階の北側にあるトイレだよ。北側か。北なんか暗そうだよね。どう？何か感じるかい？感じるんだったら正直に言ってくれよ。ああ、1階北側ですか。1階北側ね、感じる感じない。いやー、北側はやっぱ感じるんじゃないですか、これは。ああ、ちょっと感じるでいこう。そうかい。やっぱり君には霊感があるんだね。僕が思っていた通りだ。じゃあ早速中に入ってみようか。先輩たちは申し訳ないんですが廊下で待っていてもらえませんか。せっかく連れてきたのに廊下で待たしとくの。みんなは少しざわめいた。続けて細田さんが言った。やっぱり二人きりの方がお互い何かを感じやすいと思うんです。ちょっと細田劇場なんだこれ、わからんな。その時誰かが口を開いた。じゃあわざわざ一緒に来ることはなかったと思う。そうだよね。いえ、もしも何か起きた時に助けてもらおうと思っていたんです。皆さんご協力お願いします。細田劇場なんだこれ、ちょっと新展開だね。細田さんはみんなに頭を下げた。こういうキャラだとは思わなかったな。みんなはしぶしぶと廊下に出ていった。さあゾンビくん、どのトイレから霊気を感じるんだい。霊気を感じるなんて間違っても言うんじゃなかった。ただなんとなくそんな気がして行ってみただけなんだけど、今僕はとても後悔している。細田さんってはっきり言って太っているんだ。いやそうだ。みんなそう思ってるけど、みんなそう思ってるけどさ。そうだね。そんなカルト、こんな密室に入ったら僕はどうすればいいんだ。そんな、そこまで太ってるかい。それに細田さんって女っぽいところがあるからな。手でも握られたらどうしよう。まあ考えすぎだよな。まあさっきね、なんか付き合うってそういう意味じゃないよみたいなわざわざ言ってたからね。あ、じゃあ普通に本当に笑ってたんだよね。何を笑っているんですか。さあ入りましょう。新校舎の1階北側の男子トイレは個室が2個しかない。あれ？画像ではなんか3つあるように見えるけど、あれかな、1つは用具入れとかかな。パッと見ると個室が3個に見えるのだが、すごいちゃんと連動してるんだ。個室が3個に見えるのだが、一番右端が掃除用具入れになっている。あ、やっぱそうなんだね。だから真ん中、あの向こうから2番目と3番目が普通のトイレなんだ。とりあえずその真ん中に入ることにした。ってことは向こうから2番目ってことかな。まず細田さんがドアを開けた。ムッとしたアンモニアの匂いが漂う。どうぞ先に入って。うわー、どうなると、うわー、便器だー。なんかこのあれだよね、タイルの感じとかが非常にうまいですね、表現がね。やっぱ実写取り込みなんでね、本当に撮影したやつだと思いますけど、促されるまま僕は中に入った。そして彼は僕を押し込むようにして中に入ってきた。まあ確かにこの形のトイレでね、高校生とはいえ男性2人が入るとちょっと狭いかもな。うう、密着する。最低な気分だ。僕は太っている人が嫌いだ。おい、やめろ、そんなこと言うな。そんなこと言うなよ。細田さんも僕の抱いているイメージと同じものを持っている。どういうこと、どういうこと、どういうこと。何かこう脂肪が不完全燃焼しているような据えた匂いがするのだ。やめろやめろ、そこまでだ。おい、本当太った人への悪口はそこまでだぞ。おい、トイレの匂いと混ざり合って何とも言えない匂いを作り出している。そして彼は僕に囁いた。
ほらゾンビくん、もっと霊を感じてごらん。怖い怖い、なんか別の怖さ出てきた。今感じるのは細田さんの圧迫感だけだ。霊を感じます。すいません、気分が悪くなってきました。早く出ましょう。ここから僕が逃れる方法はこれしかない。細田さん、僕はここから早く出たいんです。頼みますよ、もう出ましょう。細田さんを押し出して転がるように廊下に出た。どうなるんだこれ、怖い話になる？ちゃんと。誰かが心配そうに僕を見ている。ゾンビくん、どうしたんだ？何かあったのかい？汗びっしょりだ、顔色も悪いな。どうせなら女の子と一緒にトイレの個室に入りたかった。いや女の子をさ、あれじゃん、男子トイレの個室に入れるのもどうかと思うしさ、女子トイレの個室に君が入るのもどうかと思うよね。え、今ゾンビくんが霊を感じて気分が悪くなったんだよ、細田さんが言う。なんかなんだろうこれ、陰湿だな、なんかな。本当は細田さんのせいなのに、ここは一つ僕が我慢せれば。僕なら平気ですから、さあ早く次に行きましょう。さあ、これもいい新聞部員になるための修行だと思って気を取り直さないと。細田さんは張り切っているようだ。おー、なるほど。ここは新校舎の1階の南側にあるトイレだよ。どう？また何か感じるかい？いやー、どうしよう。これさ、また、いや、なんかいいところで感じないと、ちゃんと怖い話が起こらないってことなのかな。1感じる、2感じないなんだけど、まあ、またもう一回一応感じるにしてみようか。ね、霊を感じるのかい？感じてくれたんだね。さあ、ここのどこから感じるんだい？流れは同じだね。細田さんは得意げに僕に聞いた。あそこの便器から。僕は指さした。お、どうした？どうした？おお、なんだ？なんかピチョンって言ってる。確かに冗談ではなく、何かの気配をそこから感じたのだった。すると、チャポ、チャポと何か便器から音がする。なんだ？何？マジで？ちょ待って、これあれじゃん、これ細田さんのさ、細田さんの話に出てきたやつじゃん。ねえ、僕は細田さんと恐る恐る覗いてみた。そこには便器の中からニュルニュルと出たり入ったりしている男がいて、出たり入ったりしてんの？マジで？彼が人間ではないことはわかる。目を大きく見開き、じっとこちらを見ている。ちょっと待って。話じゃないじゃん。これさ、リアルにこれが起こってるってことなの？ちょっと待って。展開がついていけねえ、これ。誰か連れがいると、こういうものでも割と冷静に見ていられる。いや、られない。られないよ。なんだ。そいつは、怖いというよりも、奇妙な感じの方が強い。しかし、よく見ると、その男は僕の方を見ているのではないことに気がついた。ゆっくり目線を追ってみる。細田さんを見てんのかい？違うの？そこには金縛りにあったように目を見開いている細田さんがいた。僕は焦って声をかけた。細田さん、どうしたんですか？汗びっしょりですよ。よっぽど怖かったらしい。違うんだよ。僕は本当にすまない。中野を許してくれ。あ、前の話のだから続きだけど、だって前のはただのお話じゃん。だ、本当だったってこと？本当だった、しかもその続きがここで起こってるってこと？すげえ怖っ。彼はその男に土下座していた。トイレの汚い床に顔をこすりつけて何回も。細田さんは彼と顔見知りなのか？ね、一周目でね、この入試の時にっていう話だったもんね。うわー、マジか。出てきた、マジかよ。続編あんのこれ。うわー。すると、ニュルニュルした男はずるりっと便器から出た。しばらくゆらゆらと浮かんでいたが、ものすごい速さで細田さんの口の中へめり込んでいったんだ。怖っ。
細田さん。僕は駆け寄り細田さんを揺すった。彼はしばらくのたうち回っていたかと思うと、パッと目を見開いてスクッと立ち上がった。なんだ、乗り移った。びっくりしている僕に彼はこう言った。え、何何何、おお、ああ、別に乗り移られたとかではないのか。ああ、何かすがすがしい気分だ。気分爽快だよゾンビくん。今まで彼のことを気に病んでいたけれど、もう大丈夫だ。彼は寂しくて僕と一緒にいたかっただけなんだ。これからは僕の中で彼は生きていくのさ。怖っ。ちょっと細田さん。よく意味がわからない僕はキョトンとしたままだった。そして細田さんは言った。何でもさっきの男は細田さんの友達で、以前ある事故で亡くなったんだそうだ。そう、トイレで。その時細田さんもその場にいたんだけど、どうしてあげることもできなかったそうだ。え、これだから前回の話でしょ。細田さんはそのことをずっと気に病んでいたらしい。事実だったってことだ。すげえ。トイレツアーはここでやめて、さ、部室に戻って話の続きを聞きましょう。何なんだろう細田さんって。まあいいか、よくねえよ。よくねえよ。おい、目の前で本当に怖いこと起こったじゃん。え、これ初めての展開ですよね。びっくりすんな、マジか。いやいやいや、セーブしますかということでね。細田さん、びっくりだね今回。ということでね、まあ今回の動画これぐらいにしとこうと思いますけど、まあ次の話も楽しみですね。はい、ということで、それでは皆さん最後までねご視聴いただきまして誠にありがとうございました。どうもお疲れ様でした。失礼しまーす。